大阪市立大学大阪市立大学医学部付属病院、岸本吉右衛門大阪市立大学医学部付属病院は、大阪市安倍野区にある大阪市立大学医学部付属の大学病院、大阪市立大学安倍のキャンパスに位置する、通称は、市大病院、特定機能病院、大阪府災害拠点病院、公式サイトに記載されている理念と方針は、以下の通り、 私たちは医学部見学の精神である、佐都市、人市、勇に基づき市民の健康に寄与する質の高い医療を提供します心豊かで信頼される医療人を育成します医療の進歩にたゆまぬ努力を続けます患者様本位の安全で質の高い医療を提供します。地域医療の向上に寄与します健康、予防医学を推進します最新の高度医療を提供します。 人間味豊かな、優れた医療人を育成します新しい診断法、治療法、予防医学の開発を行います質の高い多彩な研究を推進します1925年10月に、特使家、岸本吉右衛門の寄付とし費で、大阪市安倍野区朝日町一丁目61番地に設立された私立市民病院が始まり、その後、1944年4月に、 大阪市立医学専門学校が設立され、同附属病院となる。その4年後には新設の大阪市立医科大学の附属となり、1955年4月に大阪市立大学への統合に伴って、現在の病院名となる。市立医科大学の設立1年後の1949年4月には、看護師育成のために、市立医科大学附属厚生学院を開設し、 その後1977年4月には医学部付属看護専門学校に改名した。なお、看護専門学校は2000年3月に閉校した。2016年4月現在、大阪市立大学医学部付属病院には以下の38の診療科が設置されている。先端予防医療部付属クリニック目として21は2014年4月に大阪市立大学医学部付属病院が 公立大学法人として初めて開設した検診事業を行う診療所である病院から徒歩10分程度に位置する大阪安倍の橋駅が入居する高層ビル安倍のハルカスの21階に位置している人間ドックの他に総合診療や入腺外来妊婦検診なども行っておりその一方で受診者の同意の下でバイオバンクの整備や大学医学部の 臨床研究データの回収が行われている理念と方針等院について大阪市立大学医学部附属病院2020年1月16日閲覧 ABCDEF 遠隔等院について大阪市立大学医学部附属病院2020年1月16日閲覧ゲノム医療センター大阪市立大学医学部附属病院 2020年1月16日閲覧。難病診療連携拠点病院。大阪市立大学医学部附属病院。2020年1月16日閲覧。組織図等院について。大阪市立大学医学部附属病院。2020年1月16日閲覧。ご挨拶。目戸式21公式ホームページ。大阪市立大学医学部附属病院。 2020年1月16日閲覧、ありがとうございます。